はい、皆様、こんばんは、タケオでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。日に日に暑くなっておりますが、本日ね、ニュースでやっておりましたけども、なんと大阪府枚方市で、最高気温 39.6 度を記録したというね、猛暑日でございまして、本当にね、体調の方気をつけましょうね。各有私タケオはですね、ちょっと若干ですね、体調を崩しまして、なかなか大変でございました。はい、本当にね、過ごしやすい温度でね、この暑い夏を乗り切りましょうね。というのは置いておきまして、はい、いよいよ明日明後日に迫ってまいりました、アマドゥさんの夏の大イベント、アマドゥ GP ファミリーカップ&サマーカップね、いよいよ明日明後日でございますね。去年はね、サダハル TV を招きまして、やったんですけども、今年はなんとあのアルディチャンネルの、アルディさんを招きまして、MC3 人で、この2日間しっかり盛り上げていきたいなと思っておるわけなんですが、はい、皆様どうでしょうか。マシンの準備は進んでますかね。明日明後日のレギュレーションというのがですね、アマレギュというレギュレーションでございまして、簡単に説明しますと、切ったり削ったり穴開けたりの、改造は基本的にはできないというレギュレーションでございます。買ってきたパーツをそのままマシンにつけて改造する、これがアマレギュです。はい、そのね、アマレギュがですね、何気に久しぶりでございまして、多分ね、年明けぶりかな、年明けぶり以来です。はい、ずっとですね、アマレギュ、タミヤレギュ、アマレギュ、タミヤレギュっていう風な感じでね、ローテーションで、組まれておりまして、前のスプリングカップはタミヤレギュで、1月に行われたウィンターカップがアマレギュということでございまして、本当に久しぶりでございますね。はい、それで、僕のアマレギュマシンっていうのもですね、本当になかなか、メンテナンスをしてませんでしたけども、明日明後日に向けてね、しっかり、メンテナンスの方をしてきましたんでね、そちらの方をね、今回は紹介したいなと思っております。はい、候補はね、一応2台ございまして、2台ともね、メンテナンスしましたんで、両方とも紹介いたします。はい、ではね、まず1台目こちらになります。せーの、じゃんと、はい、こちらでございます。私タケオの、アイコンマシンと言いますか、僕ね、ずっとね、昔245を始めたての頃に、ずっとヒートエッジを使ったんですよね、 MA の、なんで、その結構思い入れが強い、マシンでございまして、そのヒートエッジをね、あまり言うように改造したというのがこちらになります。僕の大好きな緑色です。はい、セッティング自体はですね、前が2段アルミローラー、で、上に、11mm のベアリングローラー。で、後ろも 13mm となっております。で、裏がこんな感じですね。はい、引っかかり防止もつけてますというものでございます。書いたとこっていうのはですね、前はもう4輪ともね、スーパーハードだったんですけども、後ろだけ、マルーンタイヤに変えました。理由がございまして、夏は気温が上がります。はい。なのでタイヤのグリップがね、ちょっと若干強めになるんですよね。なので、このグリップが弱い、このマルーンタイヤをちょっと後ろだけつけてみましたというものでございます。もう一台のマシン、こちらでございます。せーの、じゃんと、はい、ロードガイルかな、ボディはロードガイルでございます。FMA でございますね、 FMA。 はい、こちらのね、マシンのセッティング、前がね、13mm の軽量アルミローラー、上がですね、11mm のアルミローラーで、後ろが 19mm という感じになっております。で、後ろがこんな感じで、同様に引っかかり防止がついていたりしてます。こちらもですね、同様に後ろだけ、マルーンタイヤに変えましたという変更点でございます。で、中のね、ギアとかもしっかりグリスアップをしましてということでございます。あとね、前はですね、この横にね、サイドマスダンパーつけてなかったんですけども、今回はこのサイドマスダンパーちょっとね、お守り程度につけてます。一番軽いやつかな、でつけてます。はい、やっぱりね、ここにね、あるなしで結構変わってくると思いますんで、このね、マスダンパーの効きを期待いたします。はい、というわけでございまして、明日明後日はですね、こちらの MA マシンか、こちらの FMA マシン、どちらかで出ようと思っておりますね。おそらくですね、練習走行何回かあると思いますんで、その走りを見てですね、どっちへ出るか決めたいなと思っております。まあ、もしかしたらですね、1日目こっち、2日目こっちという風なね、感じでやるかもしれませんし、まあ、その辺はね、明日の走りを見て決めたいなと思っております。はい。というわけでですね、明日、明後日、
僕たち MC3 人もですね、本当に楽しみにしておりました。ね、目いっぱいね、楽しもうと思っておりますのでね、参加される方は、ぜひ一緒に楽しんで帰ってください。ね、参加されない方はですね、ぜひとも、このタケオチャンネル、ハイパーダッシュ基地、RD チャンネルの方でですね、その当日の模様が後日、公開されると思いますのでね、楽しみに待っていただけたらなと思っております。はい。というわけで、今回は以上でございます。また次回お楽しみに。